地図石垣港は沖縄県石垣市にある重要港湾である。港湾管理者は石垣市。日本最南端の重要港湾であり、八重山列島の人や物の交流の中心となっている。沖縄県内や日本各地からの八重山列島への物資集散地としての役割や、行き来する旅客の拠点としての役割を果たしている。かつては互いに国交のない中華人民共和国と台湾との貿易の際の一時寄港目的での利用も盛んであったが、増加していたクリアランス目的の利用は2008年に中台間での3通が解禁されたことを受けて減少に転じている。石垣島のほぼ南端にある港であり、石垣市役所、竹富町役場、沖縄県立八重山病院など主要公共施設のほか、石垣市の繁華街とも近い。かつては国鉄小荷物連絡輸送の連帯輸送のための国鉄で小荷物駅に指定されていた。石垣港は以下の地区からなる。主に旅客船は三崎町地区の離島ターミナル、貨客船は登野城地区の八島埠頭に発着する。大型クルーズ船は新港地区のクルーズ船専用岸壁に発着する。以下では航路については、旅客営業を行う定期航路のみ記載。三崎町地区離島ターミナルには主に旅客船が発着し、八重山列島各地への交通の拠点となっている。登野城地区八島埠頭は離島ターミナルの対岸に位置し、主に八重山列島内の定期航路の貨客船が発着する。沖縄の離島航路では、旅客船を運航する際には、貨物輸送ができる船舶の運航も義務付けられているため、各社が旅客船と同じ航路で貨客船の運航を行っている。波照間島行きのフェリー波照間に及び、与那国島行きのフェリー与那国は、埠頭先端側の岸壁に、その他の八重山列島内の貨客船は、旧離島桟橋南東側に発着。発券業務は、安栄観光及び八重山観光フェリーは、旧離島桟橋南東側にあるそれぞれの貨物事務所で、福山海運は八島フェリーターミナル内の事務所で行っている。なお、八島埠頭の機能は2021年度に浜崎町地区の第4上矢海川岸壁隣接地で整備が進められている新たなフェリーバースに移転する予定である。かつては長距離フェリーや大型クルーズ船が発着していたが、現在は貨物船の利用が中心である。2021年度には、八島埠頭の機能が本地区の整備される新たなフェリーバースに移転する予定である。E、海岸壁、石垣港ターミナル E、海岸壁に停泊中のスーパースターリブラ E、海岸壁には、かつて石垣港と沖縄本島や本土を結ぶ長距離フェリーが発着しており、フェリー用の石垣港ターミナルが整備されている。フェリーの運休後は貨物船や大型クルーズ船用に利用されていたが、大型クルーズ船の発着は2018年4月21日に暫定供用された新港地区の専用岸壁に一元化されている。浜崎桟橋、浜崎選定基地海上保安庁の巡視船、専用桟橋及び選定基地。2016年3月末完成。桟橋は4バースを備える。石垣港湾、合同庁舎大型国際旅客船ターミナル新港地区では20万トン級クルーズ船に対応可能なクルーズ船専用岸壁の整備が進められている。2018年4月21日には7万トン級に対応可能な全長295メートル、水深9メートルの岸壁が暫定供用された。その後、2019年春には全長340メートルに延長され、2020年春には全長420メートル、水深 10.5 メートルの岸壁が完成する予定である。岸壁の背後には大型バス50台、タクシー31台、一般車両10台を収容する駐車場や離島ターミナルとの間を運行する有料シャトルバスの乗り場が整備されている。ありがとうございます。